症候群におけるその発病及び傾向と対策について考える。年齢性別職業を告げる国番号郵便番号の以下を問わずおよそ次の通り。キラキラオーラでは何もできずただ暗く爪を噛み目が点になってため息ばかりの A 型。そのことなど考えられずに大切な花が陰へ生きれずに荒らして下宿を買う B 型。今日と明日では自分同士で意見が分かれて熱しやすく冷めやすい A、B 型。そのうちなんとかなるんじゃないかと思っているうちに自分だけ忘れ去られて若いのに俺二次元しか興味ねえしなんていう方もある。何しろこれらがある特定の人にだけ反応するってことは恋は一種のアレルギーと考えてよい。女は女っぽくなるものらしい。手相セリザサイコロタロットし中水瞑想の他茶は品まで相性占いなど気になったらもう来い。相手には自分の良いところばかり見せたくなるものであるし相手の欠点には気づいても気づかずにいられるし物着るもの見るもの聞くものすべて好みが合うと思うし毎日が二人の記念日になる。心が一年二年と経つうち見えてくるんですよ。恋と誤解と三角とも戦いそのうちなんだかお互い知らない人に覚えてきて次第に疲れてあって食欲不振で気づいた恋がいつか注意力散漫動悸肩こり疲弊に変わりやがて頭痛発熱吐いた生理痛すり傷切り傷しもやけ赤切れ陰菌夜泣きかむしたむし水虫でじにぼじきえじ走りじセトラ。そんな風に笑っちまった方が傷つかずに済むって分かってるんだ誰だってそうだろう。
からありったけの思いをあなたに投げ続けられた。それだけでいい。おそらく求め続けてゆくものが恋、奪うのが恋、与え続けてゆくものが愛、たまらない。だからありったけの思いをあなたに投げ続けられた。